はい、どうも花見です。ではですね、学園祭のおじさん水着ルートやってたんですけど、ごめんね、日にち戻ってるんです。前回デートの電話が来たところで終わったんですけど、なんかねおかしいなって思ってて、ずっとなんかすごい調べたのね。もう攻略サイト見たくないんだけど、基本的にはちょっとさすがに違和感を抱きすぎてしまって見ました。そしたらイベントやってないのね、なんか結構大きなイベントだから、それやってないから水木と全然仲良くなってる感じがなくて、遡りまして、ちょっとねそのイベントの直前まで時を戻したんでごめんね。あとは全部スキップしていくんで、その狩猟なイベントだけやってって、デートまでちょっと時を合流させたいなって思います。いけるんじゃないかな、どうなんだもうミスりまくってたからね、通常話題を。さすがにいけるっしょ。いや、水木はじめ水、おお、やった、やっぱりこれ見たことないあれ、あそこにいるのは水木先輩、どうしたんだろう、ずっとテニスコートを見て。あなたですか。私です。先輩、顔色が悪い感じですけど、お疲れですか。僕がですか。確かに疲れてはいますね中3にしてもう疲労がもういっぱい仕事しすぎて。私にできることがあるなら遠慮なく言ってください。そのための運営員です。あなたに勘違いをさせてしまいましたね。別に学園祭のことで疲れているわけではないんですよ。うん、そうなんですか。ええ、まああなたには関係ないことですそう、距離を置かんといてや、切ない。そうですか。逆に関係がないから話せることはないですか。おお、広瀬、少しでも話せば楽になるかもしれませんし。あるぞ、そういうことね。ね言っちゃおうぜ。僕たち3年はもうすぐ引退です。ですね。はい、残念ながら都大会で負けてしまいましたから全国には行けませんが。そうだよね、関東にも行けてないもんね。引退までにやるべきことはまだたくさんある。うん、やるべきこと。ゆうたくんや金田くんになるべく多くのものを残さなければならない。わあ。人材、情報、考えるとキリがありません。そうだね、だからいっぱいスカウトしてるんだよね。自分たちがいなくなって、その戦力不足にならないようにって言ってさ、いっぱいね、スカウトマンのように仕事しとるもんな。すごいですね、水木先輩は。すごい。はい、だって引退って言ったら寂しいとか、やっぱり自分中心に考えてしまうのに、水木先輩は後輩のことを最優先に考えてるから褒めていただくのは嬉しいですが、うちは部長以下みんなそういう考えですよ部長以下っていうのは部長もそういう考え方だってみんなね、まあ、それがテニス部よな。褒められるほどのことではありません。さすがです、さすがです。テニスのおじさまのテニス部はみんなすごいです。でもそれでお疲れなんですね。まあ多少のことです。あなたに心配されるほどではありません。大丈夫かて。はい、わかりました。ボールを追いかけていないのに疲れているというのも情けない話ですボールを追いかけてる疲れとは違うよな。なんか業務の疲れって、やっぱ運動した後ってその疲れたけど爽やかな疲れだもんな。え、なんでもありません。さ、作業に戻りますよ。いやー、水木引退せんといてよ。水木、いや水木、はい、いやちょっと仲良しじゃない、仲良しよ水曜日に戻してるからねこの間土曜日だったから、土曜日でデート誘われてるからね、水曜日まで戻しましたよ。喫茶店の内装いい感じに仕上がったな。そう、内装をね今日やったんですよ。ごめんね、こっからちょっとちょ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 ってやらせていただきます
もうそういうイベント見ないとさ、水木はじめの気持ちって燃え上がらんよ。じゃあごめんなさい、ちょっと一回セーブします。はい、セーブ終わりました。ではもう早速寝ましょう。いや木曜日だね。木曜日だから、まあ、見たことのある会話とかはもう全部ほんとはしょろうかなって思ってます。今日は昼から、ああ今日木曜日は紅茶の入れ方ね。もうここら辺もちょっとね前回までやったんで、そういうのは全部スキップしていきますね。もうほんとごめんね、私がさ通常話題が本当に下手くそなあまりさ、わかんないもん。もう 何が彼の地雷なのかが全然わかんなくってさ、もうやっぱりそれすなわち水木はじめのこと何もわかっていないってことなんだよな。ごめんな水木、わかってなくて。早速水木に話しかけに行くか。お、もう音楽が、おい、私がこの音楽聴いたのこの間土曜日だったぞ。木曜日でもうこの音楽。水木先輩、お疲れ様です。いやー、やっぱ仲良くなってんじゃん。言った、お疲れ様です。誰かを探しているのですか。嬉しい、これよこれ。まあいいでしょう。何ですか。いやもう木曜日でやっぱさ、そうよ、もうやっぱ木曜日の時点でこの音楽を聴かないとやっぱ学園祭の王子様って感じがないよ。学園祭の話だ。あ、メニューの値段設定ね、もうここら辺聞きましたね。ああ、そうでしたね。あよっす、高すぎず安すぎず。助かりますよ。あよっす、君がいてくれて助かりますと言ったんですよ。めちゃくちゃいいな。仲良くなってからのこの言葉はめちゃくちゃ嬉しい。これからも頼みますよ。ありがとう。はい、頑張ります。いや聞いたけどさ、前回もなんで仲良くないのにこんなこと言ってんのって思ったもんね。ああ、もう一つあなたに聞きたいことがあります。はい、電話番号ですね。はい、スマホお持ちしてもらいます。あなたの携帯の番号です。アイス、え、これからいろいろと連絡する必要が出てくるでしょう。ですから教えてほしいんです。もちのろん、もちのろん。はい、いいですよ。もちろんよ、全然教えるよ。これで登録は完了ですね。では何かあったら連絡させてもらいますよ。水木はじめいい顔してんな。いい顔してんな水木はじめ。やっぱもうなんか本当顔が美しいよね、水木はじめって。綺麗な整った顔してんだよな。うちくん、どうかしたのか。ん、俺か。手短ならいいぜ。ゆうたくんとはまだ全然仲良くねえな。適当にテニスの話でもしとく。まず、もう水木がやれてたらいいんだよ。テニス部は練習がハードだね。3年の先輩もまだ引退してないみたいだし。そうね、水木は昨日その引退についてちょっと悩んでたからね。人数が少ないし、まだまだ先輩たちに教わることがあるからな。そうだね、来年ねルドルフね、いいとこまで行けるといいね。そうなんだ。ああ、それに急にいなくなられたら寂しいしな。確かに。急にはいなくならないよね。そうだね。いやー、なんだかんだで慕っとるよな、水木のこともさ。みんな水木のことなんだかんだで好きだもんね。もう基本的にこの学園祭水木に、ま、大任せやん。みんな水木の好きなようにやったらいいよみたいな。調理場、あー、はいはい、クッキーの練習ね。クッキー、まず違う、最も大事な紅茶の入れ方か。紅茶の入れ方を練習しましょう。はしょります。飲み比べてます。飲んでみたいな、水木が入れた紅茶絶対美味しいじゃん。ジャンピングね、覚えておこう。沸騰したてのお水を注ぐ。いいこと教えてもらったね。ではでは、どこだ。あ、またこれね。あ、もうここら辺もやっぱ発症かな。はい、スキップ、トゥルルルルン。しなりの話題。さて水木、話すぞ。いいんじゃない、いいんじゃない、今
なんで私はあんなに間違えていたのかがわからないぐらい水木先輩はいいですか？ あなたですか何か問題でも？いえ問題は何も起きてません。そうですか。それなら何か聞きたいことでもあるんですか？すごいコミュニケーション取ってくれるようになってんじゃん。おい、どうしたんだよ。いや、どうするんだ。テニスか。テニスの話でもすればいいのか。ここら辺地雷だったからもう意味わかんねえよ、地雷がテニスの話題するか。私、テニス部の部長は水木先輩だと思ってました。おお、赤澤先輩なんですね。まあ、間違えられることもありますね。ほぼ仕切っての水木だからね。水木先輩は参謀って感じですね。ええ、その通りです。僕は赤澤のようにできませんからね。あー、でもそうなんだよな。なんかリーダーシップがあるのは赤澤なんだよね。わかる。リーダーシップと、その、なんて言うんだろう、的確な指示を出す人っていうのはまた別なんだよね。手塚がまさにその典型なんだよね。手塚ってあんま指示しないじゃん背中を見せる男みたいな。それでも手塚に慕うやん、みんな。そういうのなんだよな。赤澤先輩のようにですか？赤澤のように部員をまとめることができないということです。いやー、そうなんだよな。赤澤かっこいいな。赤澤先輩のことを理解してるんですね。さあ、どうでしょうね何それ何それ、仲良しこよしやんけ。なん、どうしたん。めっちゃ仲ええな。仲いいんだよな、二人。なんだかんだで生え抜き組とよそから来た水木みたいな、全然対照的なのにね。仲いいよな、二人。話せねえな、赤澤と一緒にいるから裕太くんに行くしかないな。裕太くんどこ？そうだった、テニス行くんやったな、こいつ。くそ結局赤澤と話さなきゃダメなんじゃん。下がるじゃん。なんてことしてくれんねん、せっかくあげたのに。ほらー、こらー、ひどいよ。赤澤先輩、確かいいの？なんでここにいるんですか？よそに行ってください。あの、学園祭だ。すまん、今忙しいんだ赤澤先輩と話せたことあった？私ってないよね。赤澤先輩と一回も話してない気がするんだが。どこどこ、いたいた。見る。ほう、やった？これ私やってねえこれだ、これを見てないんで私は。あ、柳沢先輩と水木先輩何を話してるのかな。で、練習メニューに何の問題があると？練習メニュー、ほう。問題っていうか気分の問題だね。お、なんか抗議してんのか。おい、水木に。気分ですか？俺最近基礎練習ばっかりで試合をしてないだね。たまには試合をしたいだね。まあ基礎も大事だけどね。何を言うのかと思えばそんなことですか。どんだけ、1ヶ月ぐらい基礎しかしてなかったらそれはちょっとって感じだけどそんなことじゃないだに。水木だって最近試合してないだろ。あえてしてないんだろ。水木は僕のことはどうでもいいんです怒ってる？あなたの不満を無視しても構いませんが、このままストレスを感じた状態では基礎練習に効果は出ないでしょうね。仕方ありません、試合は許可しましょう。ただし時間は自分で作ってください。あ、水木の練習メニューはちゃんとやれと、プラス、ま、各自勝手に試合してみたいな。お、横暴だね。基礎練習の時間が多いから頼んでるのに。あ、試合する時間もないのか。あなたに課せられている学園祭の準備、基礎練習の量を減らす気はありません学園祭の準備の時間も全部水木がシナリオで組んでんのか。すっごいな。試合をしたいなら効率的に動くことです。あ、自分で時間を作れと。時間ができたら誰とでも試合をしてもいいだね。誰とでも？誰としようとしてんの？それは困ります。ん？時間調整ができている人間なら構いませんが、みんなタイトなスケジュールで動いているはずです
そうか、すごいな。めっちゃたもすまん、忙しい忙しいっつってさ、広瀬を断ってる理由ってさ、水木によるスケジュールでもうカッツカツなんだな、いつも時間が。そりゃ忙しいわ。みんも広瀬の会話もできんわな。それをあなたが割り込んで試合をしてもらってはスケジュールが狂ってしまいます。みんなのそんな分刻みのスケジュール組んでんの？それじゃ誰とも試合ができないだに。もうそりゃどっか行き、そのテニススクールでも。もしあなたが時間を作れたなら僕が相手をしてあげましょう。おお、時間はなんとか都合をつけます。おお、すごい。いや、瑞希も忙しいんじゃないの？本当だに。ええ、嘘はつきませんよ。その代わり全てを終わらせているのが条件です。いやー、すごいな。瑞希もそう、瑞希も全部終わらせなきゃダメじゃん、忙しいからね。うん、鬼だに。でもやるだに。いや、でも柳様も素直だよね。ちゃんと言うこと聞いてさ、瑞希の基礎訓練はさ守ってやるわけでしょ。普通だったらさ、もう阿久津だったらさ、誰に指示してんだっつってさ、ドタマ勝ちわんぞっつってさ基礎訓練のスケジュールさえも無視する男だけどね。みんな一応さ、そのスケジュール通りに動いてるのってすごいな。みんな素直だね。そうですか。では頑張ってください。いや、瑞希にみんなちゃんと従うもんな。嫌がってるくせに従ってるもんな。何なんだろうなあ、瑞希先輩いっちゃった。でも先輩もテニスの試合をしてないんだ。毎日情報集めとかに忙しそうだけど、先輩だって試合したいはずだよね。そうだ、柳沢先輩と試合してもらえば。お、やっぱりおせっかいだよね。よし、そうしよう。チェイ。でもおせっかいってやっちゃうとさ、終わっちゃいそう。いけ、広瀬、お前の勢いはいつも止まらないんだ。いけ。よし、そうしよう。時間は柳沢先輩の分担を私がやればいいし。ああ、なるほど。バレないようにしろよ、広瀬。自己満足かもしれないけど、瑞希先輩元気出してほしいし、明日柳沢先輩に電話相談してみよう。へえ、あ、いなくなっちゃった。本当にいなくなっちゃった。なんかあれだね、真田ルートの時もさ、真田の負担を和らげるために広瀬が裏で手を回してたじゃんね。そういうことかな。そんな感じだね。でもバレないようにしなきゃいけないよねいやー、広瀬の方が作詞だよな、裏で手を回すっていう。藤くん、どうかしたのか？こんにちは。うん、ちょっとね、今いい？ん？俺か？手短ならいいぜ。ありがとう。ういー、音楽とか聴いとく？絶対弾いてくれなそうやけど。藤くん、音楽は何を聴いたりする？俺、あんまり興味ないんだ。そうなの？そうなんだ。そっか、ゲーム派なんだね。そうなんだ、ごめんね。なんで下がるの？別にいいだろ下がる意味はちょっとわかんないですね。なんで下がるんやてって感じだけど。水木先輩の紅茶講習、ああそうだったね。ちょっと一回セーブしますね。はい、セーブ終わりました。では早速行きましょう、次の日に。ちょっとね、元いたあのデートの日までね、頑張って戻らなきゃいけないんでイベントをこなしつつもうほんとひどかったね。見たことのないイベントがたくさんあったんですねあー、サイドメニューね。はいはいはい、じゃあ会場行きましょう。みずき、いた。さて話しましょう。いや、もうさすがにこの金土でもこの段階に来とったらさ、ええでしょう。ん？あなたですか？僕に何か？今いいですか？少し時間が空いていますからいいでしょう。え？ん？
あれなんで下がってんの？下がったのか。そっか、下がったね。ここの舞台のところで私は赤澤に話すしかなかったから、水木の好感度が下がったんだよな。だからこの音楽だだいぶ下がったな、くっそー。あ、シナリオ、これはちょっと走りますね。そっか、なるほどね。もうだいぶ下がるじゃん、水木。なんて難しい男だ。話してくれ、お前に話しかけたから昨日水木の好感度めっちゃ下がっとったんやけど。ん？確かいいの確か一体いつ覚えてくれるんでしょう、宿題。今忙しいんだマジでさ、全然仲良くないよね、びっくりしちゃうわ。いやー、挽回できた？挽回できた？シナリオの話で、あ、サイドメニューね。よし、クロテッドクリームやろう。はい、よっと。どうした？お、柳沢先輩、なにどうした、どうした。あ、なんだに。あ、あの話ね、昨日の続きかな。少しお話があるんですけど、ちょっといいですか？という提案なんですけど。そりゃ願ったりだけど、いいのか？俺の分担って単純で時間ばっかりかかるやつだに。何を、どういう準備してんの？あそこの喫茶店の何をしてるんだろう。大丈夫ですよ、コツコツやっていく作業は苦手じゃないですから。え、どういう分担してんだろう。そうか、うん、いいけど、え、何してんだ。じゃあお言葉に甘えるだに。うーん、水木と試合するのは久しぶりだに。え、そんなに試合したかったんだそりゃそんな嬉しいなら、もう願ったり叶ったりよ、こっちも。よかったってなるわ。え、あ、柳沢先輩、私が提案したっていうのは水木先輩には内緒に。そうか、お前がそう言うならそうしとくだに。でもな、まっすぐボロ出そうだけどな、柳沢のことだから。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速水木誘ってくるだに。いや、そんな急に誘ったらさ、あなた、あ、柳沢、本当に仕事終わったんですかみたいなことになるやん。はい、で広瀬が代わりにその仕事をやってるって絶対バレるやん。さあ、私も柳沢先輩の仕事を始めなくちゃ。何の仕事ね、何？スプーンのペーパー巻きとか喫茶店あるあるのさ、あの長いスプーンにペーパーを巻くやつ。へー、広瀬がその単純作業の時間のかかるやつを代わりにやるって。ここあれだよね、ダン君、団体師なんで。はい、壁打ちいきます。いきますよ黙々とやってた。意外でした、ここまでうまいとは。うまいぞ広瀬は。おうしぞよ人形。今日はここまでにしましょう。ありがとうございました。それでは。よし、昼は終わる。なんで下がるねって感じだけど。ん？ちょっとここら辺はサクサクっといきますねいやー、どうしよっかな、音楽の話でもしとく？もう全然みんな話しかけてくんないね。話しかけてくんないじゃない、その答えてくんない。食べ物でもしとく？お、さっき委員会室に行ったらシュークリームをいっぱいもらっちゃった。なんで？アトベさんからの何差し入れ？へー、興味あるね。これだけ多いと一人で食べきれないし、ちょっと困ってるんだ。なんでそんなにもらったの？アトベさんだよね運営員たちよみたいな。
いつもお疲れみたいな感じで、俺様が御用達の洋菓子店で買ってきたからみんなで食べろみたいな感じで持ってきたのかな。そうか、よかったら食べてやるけど甘いものに目がないですから。そう、じゃあ一つお願い。もう一つどころじゃないから、この子一つかよ何個持ってんの本当に。え、じゃあ二つ。ああ、食えるだけ食ってやるから食べたいって言っていいんだぞ。富士くん食べたかったのね。なんか悪いかよ。いいよ、別に男の子が甘いの好きって可愛いよ。私は好きだよ。うん、そんなことないよ。私は一つでいいから、あとは全部富士くんにあげるね。お、サンキュー嬉しそうすごいね、そんなに食べれるんだね、甘いものが。可愛いな。もうあれ、お兄ちゃんはね辛いのが大好きだし、弟は甘いの大好きだし、なかなか味覚が特殊なファミリーだよね。おい、新しいイベントだぞ。あ、もう閉館時間。よかった、柳沢先輩の担当分は終わったし。問題は自分の分だよね。家に持って帰ろう。何してんの。日付変わる前にはできるかな。何の仕事してんの本当に。あの喫茶店で何の仕事があるっての。誰もうこの音さ、跡部様にさ関わらないでみたいな、あのメールが来る時の着信音と一緒だもん。あ、メール、柳沢先輩からだ。試合終了、楽しかっただね。うわ、そしてなんでメアド知ってんだよメアドよ仲良しだね。水木もぐちぐち言ってたが楽しそうだったから安心するだね。うえ、そうなんだ、イエー、見たかったな。かわいい絵文字柳沢絵文字かわいい。よかった、さあ私も帰ろっと。ねえ、絵文字かわいいだね。なんだよ柳沢。はあ、やっと終わった。あ、もう2時半。明日も早いし寝なくちゃ。うっそ、何の仕事してたん本当に。親愛度見ていい。うわー、すごいいいとこまで来てる。いいじゃん、土曜日だもんね明日。うわいいところなんですけども、時間が来てしまったので今日はここで終わりたいと思います。多分次回でやっとこさ、あの元のデートの日に戻れると思うので、ごめんね本当に、あの日付を巻き戻してしまって、どうしてもそういうイベントが見たくってもやもやしてたもんですから失礼いたしました。ではまた次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。